っしゃいませ。ビッグってすごい額ですね。はい、もしすごい額あったらガチャピンより人気者になってやりますぞ。ガチャピンだ。ガチャピン、悔しい。人と比べるから辛くなるんじゃないんですか。ボーナスビッグ今だけ。私だってビッグなや気持ちいい。どう、ビッグってすごい額ですね。もしすごい額あったらガチャピンより人気者になってやります。ガチャピンだ。ボーナスビッグ今だけ。私だってビッグなや気持ちいい。まさかね、こんな CM に出演できるとも思ってもいなかったものですから、もうとっても嬉しかったです。CM でしたらね、いつもと違う自分を見せられるかなと思ったんですけど、まあ、コンテを見たら結局ガチャピンがみんなの注目を取るんやもん。ああ、よくぞ聞いてくれました。ズバリ身長です。え、いや、ガチャピンのことは本当にすごいなと思っていますよ。でも正直たまにイベントとかで今日だけガチャピンお休みしてくれないかなと思うことはまあなくもないというか、なんというか、はい。ガチャピンは得意なことがもうたくさんありますからね。もう私なんてこう12億の資金でもないと、まあ、勝負にならないと言いますか、なんと言いますか。それはもう友達をいっぱい呼んで、美味しいものをたくさん食べながらみんなにキャーキャー言われたいですぞ。友達になってから46年経ちましたけどね、一度くらいガチャピンと同じ人気者の気分というものを味わってみたいんですよ。それはもう12億を当てることです。そしてガチャピンよりビッグになりますぞ。むしゃん、ムック、ムックどこ。あ、え、え、
僕は分かったんです。何やってたのか僕にも教えてよ。何もしてませんよね。なんかお話ししてたんでしょ。いや何を話してたの。ねえ教えて。ムック何でもないです。いや、隠してる目をしている。下校ボーナスビッグ当たりますように。